暖かな日差しが降り注ぐ中、江東区では子どもたちがみこしを担いで練り歩きました。みこしは江東区に住む子どもたちが中心になって骨組みや装飾を施し、先月完成し、江東区役所の周辺1キロほどを練り歩きました。これは地元の町内会や企業などが地域交流を目指して開いたイベントで、押し花や携帯電話のケース作りなど親子で参加できる体験教室が開かれました。ここの部分がぐちゃぐちゃになってもいいか、はい、もう目が上がる。また割り箸鉄砲や糸電話といった大人には懐かしいおもちゃで遊ぶコーナーでは、初挑戦の子どもたちが不思議そうな表情で楽しんでいました。